んてことだ。神の息吹の明かりが消えた。手間暇かけた計画だったんだぜ、ルフィ。まだだ、まだ手はある。この世界にはまだ神の息吹のような古代の遺物があるはずだ。そいつを探し出せば俺はもう一度やり直せる。海岸が差に危ねえ、ルフィ。俺はここに残る。みんなはサニーを守れ。俺にはまだやることがある。おう。そうだな、いいこと思いついたよ、ルフィ。ワフルドの嵐を乗り越えてなお無事だったお前の船、ありゃあ素晴らしい船だ。武装を追加すりゃ新世界の海も越えられそうだな。そこでだ、俺はサニー号をいただいていく。嬉しいぜ、ルフィ。お前は最後まで役に立つ男だ。ふざけんじゃねえ。そんなの俺が許すわけねえだろ。そう言うだろうと思っていた。だが欲しいものは奪い取る。それが海賊の流儀だろ。お前らに合わせてやってるだけさ。そうだな、じゃ俺も今から海賊ってことにするかな。世界を滅ぼすついでに海軍も海賊も皆殺しにしてやる。あ、そうすると俺は海賊王ってことにならねえか。悪いな、ルフィ。世界を掌握するのは俺だ。本物も知らねえ奴が海賊を語るんじゃねえ。リムや俺たちの自由を奪うお前が王になれるわけねえだろ。何を言ってる。昔俺の邪魔をした海賊も言ってたぜ。思うがままに奪い取り支配する。そうして世界の全てをその手に掴んだ者、海賊王と呼ばれるのだ。さて、縁も竹縄、どちらが正しいか力で決めよう。それもまた海賊の流儀だろう。アディオ、お前は何も掴んでねえし、俺も何も渡さねえ。お前が海賊を語るなら、海賊として受けて立ってやる。俺はこの力で全てを掴む、奪い取る。この世界には自由を奪う目に見えない大きな手がある。その腕がこの世を思いのままに操ってやがる。クソったれたこの世の断りってやつだ。俺は散々見てきたぜ。信じられるものなど何もないってことを。家族の印だって、お前の魂だって言ってたじゃねえか。それがお前の信じてるもんだろうが。俺は誰も信じねえ。この世の断りを変えてやる。徹底的に破壊し尽くし、正しい世界を作り直す。軽いな、何も持たねえお前の拳は。俺の拳が軽いだと。俺は一人で夢を成し遂げる。
仲間なんて初めから必要なかったんだ。だがそれでいい。結局何もつかめなかった。